優れもん自動車用品のクザですいつもご視聴ありがとうございます今日はですねドアバイザー磨きます今回はプラスチック製のドアバイザーを磨きますヘッドライト磨きコンパウンドを使います超微粒子コンパウンド配合ヘッドライトの傷黄ばみを消しクリアに仕上げるヘッドライト プラスチックカバー用コンパウンド200ミリリットル専用タオルが1枚付いています黄ばみヘッドライトに試してみます黄ばみがよく落ちますアマゾンで購入した50ミリポリッシャーバフのセットです5種類のスポンジ 硬さが違います左が一番硬く右に行くにつれ柔らかくなります一番硬いスポンジをドリルに取り付け黄ばみヘッドライトに試してみます。 うっすら、黄ばみは残っていますが、艶がよく出ています二番目に硬いスポンジに取り替え、仕上げ磨きをします磨き終了です次はドアバイザー磨きます 細かい傷がたくさんあります。透明度が落ちて少し曇っています。ゴムモールにマスキングテープを貼ります。スポンジに少量の磨きコンパウンドをつけます。 透明度が高くクリアになりました注意点はコンンパウンドが飛び散ります,すぐに湿らせたクロスで拭き取ります。 ドアバイザー表側の傷8割程度取れましたドアバイザーの裏側コンパウンドが飛び散るので手磨きです飛び散ったコンパウンド洗い流します完成です。 右側のドアバイザーも同じ手順で磨きましたご視聴ありがとうございました今後ともよろしくお願いいたします